はい、おはようございます。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 今日はどこですか？今日はどこどこ宮城県塩釜港。塩釜港、はい。狙いは船長にも話聞くと105円のメバルが釣れるということで、ちょうどコンパクトなジグが合ってるということで、このコソジグ合うんじゃないかなということでやってきました。それ以外何か釣れるんですかね。なんかあとアイナメとかクロソイとかタラとか言ってましたよ。東北っぽいっぽい。いいね。まああんまりね、僕ら釣ったことない魚ばっかりなんで、ね、楽しみですよね。はい、コソジグでちょっとじゃあ、はい、頑張ります。頑張りましょう。あと今日はね、スペシャルゲスト。お、ゲスト超ゲストゲスト、あ、うん、あ、うん、間で、はい、コソジグのモニターさんとチャレンジャーをやっていただいている、東北でやってるね。はい、どこでしたっけ？宮古市。宮古、はい、岩手県の宮古から、はい、急遽参戦ということで斉藤君と、はい、佐々木さん一瞬ね、はい、ガンクラウト好きの人はね、ちょっとびっくりしたかもしれないですけど、はい、この4人で頑張っていきたいと思いますんで、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。あんま速い動きは反応せんすか？速い動きダメです。大体ピッチ的には3分の1、4分の1、5分の1。おー、めっちゃ細かいですね。来たよ。いや、大きくないですね、これは。ポールで食った。これ、メバルやったら嬉しいけど。これ何？これ何？メバルや、ほんでっかい。イエイ。すいません。よいしょ、はい。メバル、でかい。こういこうか。80、二度つ。でかい。今までのパターンもどうもなかった。釣られちゃいましたよ、先に。いや、こんな、あ、ぽいよ。こんなこと言うからまた発動してきた。おい、ひら、こうでかいじゃん。いや、そうでもない。ちょっとでかしたよ。釣られちゃいましたよって言っておきた。80g の広角レッド。今まで3分の1ぐらいで、結構ゆっくりめ、ジョンジョン。当たって外れたけど、すぐまた取り合いっこしてるんじゃない？群れになって。ここでか、大きくない。おお、いい、おいしい。おでお願い、一緒ぐらいか。水温10度来てるでしょ。9度なんですよね。今競争で 10.1。 ああ、10度さあ、しちゃうと。でかい。今当たったけどな。うわ、ツン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 。同じく 80g 広角ベッドで、今のもフォールだ。結構早めにね、ジャックして当たった。そうなんだろう。かから、お、もうパターンが分かったわ。そうなんです。うん、これでかい。じゃあメバル、でかいでかい。よう釣れるよ、メバル。メバル3兄弟。オッケー。メバル3兄弟。大中小。僕らが一番でかいでーす。じゃあ、かわしよう。もう一回展開して。
どっちがないのかわからんやんでも。そんな。好きだ。上げてきたな。嘘。さっきはメバルがねフォールで当たってフォール意識してたんやけど、それボトム取り直してジャック上げでかかってきたけど、おなんかアイナメ や。やっぱりな。パターンが違う感じで食ってきたら魚も違った。アイナメ。タクショ。フジ君も一緒。おっ、これはでもちょっとちゃうぞ。そいじゃん。いくで。よいしょ。ワンピッチワンジャックのゆっくりのやつ。でホールをちょっと間で入れてやったらホールいくな。ちゃうか。今メバルの中に突っ込んだんですよ。はあ、メバルの中に突っ込んだんですよ。はあ、クリスやったらただ巻きスローリトリーブただ巻きピチピチピチなあ、こうかこれやったよし、ね、いいね。フィルバシャーもうちょっと、ちょっと濃くな。それっぽいの。来たよ。タラ。タラ。タラやった。タラ。強発。タラちゃん。白がね、ちょっと止まりだしたから、どういうパターンで来てるかわからんので、いろいろ試しながら、一回のこの、導入でいろんなじゃあ、こう、織り混ぜてやって。ついに。ついに食いました。よし、よっしゃー、いいっすかこれ。どうすか。はい、ガンクラウドの中米です、オーシャンキラーズに新たな2機種がラインナップされます、それがですね、00っていうタイプと S タイプ、この2機種なんですけども、今現行で発売しているあの一番柔らかいタイプ0よりもまだ1段階柔らかい竿、2段階柔らかい竿っていう形になります。まあ、このなぜ柔らかい竿が必要かっていうと、まあ、例えば遊泳力の弱いね魚、まあ、根魚だったり、タチウオなんかでやるときに、まあ、ゼロよりももっとジグの動きを、ゼロのロッドでしゃくるよりももっとジグの動きを抑えたいっていうときに、それを使ってもらうことで、ジグの同じジグを使ってても動きの幅を制限できるというか、ジグの動きを抑えることができます。でどうしてもね、この人間がやってやるアクションだったら調整できない部分っていうのがどうしても出てくるんで、物理的に、まあ、そういうところをこの S とか00とか S を使ってもらうということで、まあ、ロッドを使って、ジグの動きの幅を抑えて、で、まあ、揺れ力の弱いターゲットを狙うときにはこの2機種を使ってもらえればいいかなと思います。よし、来たよ。しゃー、何やろ、やっぱ来た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 、ちょいまし上げできたよ。80ホールでイワシから行こう。イワシからピッチ。 A サイズ好きだ。80のイワシアベレージ、これがアベレージ、すごい。はい、ですです、あの途中から、あ、タチウオかもしれないですね。そうっすね。まずい、まずい、はい、あのヒレのこの縁が青っぽいやつ、まずい。なんかちょっとあれっすね、佐々木さんの服となんか似てるから、そうっすね、ちょっとややこしいですね。そうっすよね。よしがホールやな。あ、そうなの。はい、ホールボトム
つくかなっていうところで、だもうジャークしようと思ったら振ってた感じ。タラダブル？あ、じゃあ動き出した。動き出した。タラ。小だら。誰か来ましたよ。あれ？サナイ君やろ。サナイ君ないもん。ややこしいから。いや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 。ある一本います。ある一本いますよ。何それ？なんだ、タラじゃなかった。みんな食い方一緒。知らん、落ちたら食うた。Me too。 Me too。 ありがとうございます。タラじゃない。東北らしい魚来ました。ダイナメ。足元しかしてない。ええー、ですね。ほら、俺も当たっています。フォール。ピヨイーン。巻いてください。いいサイズです。何回も食い直してきたぞ。タラ来たわ。タラかなこれ。そういや、でかない。そういそういくで。おいしょ。黒そい。一応今日の、ちょっと待ってよ、本命黒そいゲッツ。超えましたよ。うん、これ多分まあまあええそいちゃうかな。ほらほら、ふじょ、ほら40もないやろけど。ほい、そい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 。船長に話聞いてると、やっぱベイトがこう網エビだったりとかっていうことで、ちっちゃいシルエットのジグがいいよっていうことで、うん、あの今年僕が作った時にそのちっちゃくコンパクトっていうのをコンセプトに一つ作ってるんで、まあすごい合うエリアかなと思いますね。バッチリですね。そう、水深も、今日やったところで 50m ぐらい。そうね、47、深くても、まあ、70までいかなかったですね。いや、いったよ、ね、50m 台だったんで、うん、でまあ、釣りとしてはこうポールでレバルが当たってきたりとか、上げでソイが当たってきたりとか、まあ、その魚種魚種によってこう誘い変えたりとか、時間帯によってこうね食い方変わって、まあ僕が連発してる時間あったら無の時間があって、岩手が連発時間あってとか、斎藤君が連発時間があって、佐々木君が連発時間があってとか、まあそれぞれこうパターンをね、合わせていくのが、うまくあえは連発するっていう感じで、なんかゲーム性も高いエリアなんじゃないかなと思いましたね。エサ、これでかい。入れたくですわ。おいや。ラスト。なんや最後。だからやっぱイワシからシルバー。タラちゃう。タラちゃう。ああ。ヒラメ。こっち見るやん。何回かね、そこ取り直して。どうやろう。豚ジャークメ、三ジャークメぐらいで。なるだけ。ゴン。もうラストやったからね。とりあえず当たり出ただけで嬉しかったけど、まさか今日5種目目のヒラメ。マシだ。てめえね。嬉しい。タックルはオーシャンキラーズの00番。まあ、ね。ちょうどいいな、この00と細ちぐの 80g。 塩の具合にもよりますけど、今日はすごいマッチしていい成果が一応分かれています。特にほんまホール、うん、ホールね、あの鉛で、あのシルエットっていう、この掃除具のコンセプトにもぴったり、うん、実感が今回はすごいあった。どうでした？はい、
思いました。何これも最初 150g を使ってたね。はいはいはい。80に落としてから当たりが出続けたんで、はい、それは実感できました。そう、船長はね 80g 小さい方がいいよっていうからみんな80で言ってるんで、佐々木君は通り、あえて150も出てきますって言った。でもなんかね、根魚とかシルエットあえて大きくして反応いいとか、うん、あるじゃないですか、うんうん、でもやっぱり言ってた通りコンパクトな方が作れましたね、うん、なんかやっぱり変色すごいしてるみたいで、アメビとかまあこんなちっちゃい魚ばっかり食べてるって言ってたんで、結構上がってくる時にボコボコ入ってた、ね、うん、入ってたからね、まあそんなのもあったんじゃないかなと思いますね、はい、なんせ楽しかったです、楽しかった、いや釣れたんで面白かったです、いいですか、また来たいですね、これでまた来ましょうか、ね、はい、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。こんなんでいいですか。大丈夫、はい、オッケー。なんかある